あの、どうかしましたか？あの、ただいま、ただいまは、ただいま、マイクのテスト中！それだけこちらで歌うのを楽しみにしてたんです、フルムーンは。ね。はい。ああ、そうですか、それはそれは。どうせまた英知だろ。はあ、やっぱ今日もあったよ。キーワードは、紙吹雪か。紙吹雪？コンサートに用意したやつでしょ。どっちにしろ、ありったけの紙を全部集めちゃえば安心よ。ねえ、タクトも手伝ってよ。どっちか一人はあいつと一緒にいなくちゃまずいだろ。べえ、へんだ。ったく。先に届いたお荷物はこちらですよ。大輝くん、こんなところで何してるの？大輝くんだったっけ。よければちょっと話しない？みつき！大輝くん、大丈夫？みつき、大丈夫、全然痛くなんかない。すみません、あの子なんてことを。いえ、本当に平気です。衣装がない。もしかしたらさっきのあの子が。まあどうしましょう、すぐに返すように言いますから。いたずらにも程があります。申し訳ありません。とにかくすぐに取り返さなくちゃ。待ってください。え？待ってください。まだ大輝くんのいたずらと決まったわけじゃありませんから。そんなこと言ってもうコンサートの時間になっちゃうのよ。大丈夫、いざとなれば衣装なんかなくても歌う歌えるし。でもあの子を疑いたくないの。それにもし本当に衣装を持って行ったんだとしてもきっとなんかあるんだと思う。だから分かったわ、美月がそこまで言うならそうしましょう。ありがとう、おしげさん。園長先生、ステージの様子を見せていただけますか？ええ。じゃあ美月、先に行ってるわよ。痛い。無理しやがって。だってあいつが英知に似てるからかばってんのか？そんなんじゃないよ。やっぱりそうかな。なんか不思議な気分なの。今の私は16歳でフルムーンで、でも私のここにはあの頃の自分やエチ君がまだちゃんといるんだよ。どこ行くの？衣装探してきてやるよ。なんだよ。やっぱりタクトっていい人だなって思って。あ、そんなんじゃねえよ、これも死神の仕事なんだよ。仕事？なわけないじゃん。何かって言うと美月のためにバッカ、タクトのバッカ。もう嫌。こういう風にステージを作ってみたんですけど。わあ、かわいいですね。うん、いい感じ。園長先生、こんにちは。あいつどこ行ったんだ？お？やっぱこいつの仕業か。返してもらうぜ。お？どうなってんだ？でお呼びしましょう。ヒイラギ園へようこそ。
すいません、フルムーンさん。こいつが電源切っちゃったんです。大輝くん？お前なんか、お前なんか大嫌いだ！え？話せよ！こら！待て、大輝！大輝！本当にすみません。せっかく来ていただいたというのに。困ったわね。このままだとコンサート中止にするしか。待ってください。え？何か理由があるはずなの。まだそんなこと。だって大輝くんとソラちゃん、あんなに仲がいいんだよ。ソラちゃんが楽しみにしてたコンサート、大輝くんがいたずらのためだけで邪魔するなんて、そんなこと信じられないよ。そうは言っても実際に騒ぎを起こしたのはあの子なのよ。やっぱりあれでしょうか。え？実はソラちゃんに養子縁組のお話がありまして、とてもいいお話なんです。ただソラちゃんコンサートを楽しみにしていたから、今日それが済んでから先方に引き取られることになっていたんです。じゃあ大輝くんとは離れ離れになっちゃうんですか？どうしても二人は引き取れないということで。辛いよね、大輝くん。園長先生！大輝と空がいなくなりました！どこだい、ソラちゃん！大輝くん！おーい！戻ってらっしゃい！ソラ！大輝くん！ソラちゃん！どこ行っちゃったの？二人とも。メロコ！お願い！二人を空から探して！あのね、私たちあんたの家来じゃないんだからね。第一、本当の死神の仕事で忙しいの。そこをお願い。私、大輝くんの気持ちすごくわかるんだもん。コンサートの邪魔されたくせに物好きね。コンサートが終わったらお別れだから、それを終わらせないようにしようと思って、大輝くん必死だったんだよ。二人なら丘の上にいる。あ、タクト。わかった、丘の上ね。もうまたあの子の味方しちゃって。あ、タクト、どこ行くの？メロコ、お前も一緒に来い。ミツキ、どこ行くの？そういえば、確かこの先の丘の上に二人が大輝と空の木と名付けた木が。しっかり捕まってろよ。丘までひとっ飛びだからな。と手をつなぐのは一生でもいいんだけど。あ、あそこ